あ、そう、タイトルの歌唱をしたんですけど、えっと、しゃがむ方が高く飛べるっていうの、前にもこのタイトルにしたかもしれないですけど、あの、R25 っていうサイトのインタビューで、その、働きたくないんだったら働かなくてもいいんじゃねえのみたいな話をしたんですけど、僕、その、じゃあ、2チャンネルっていうサイトをアメリカの大学の時に作って、で、その、20代中盤ぐらいから、 億単位の収入みたたいになったんですけどとはいえ大学卒業してから収入はほとんどなくて多分23年ぐらいは普通のサラリーマンより全然収入低かったんですよねまあほとんど働いてなかったんで <laughs> まああのちょこの収入はあったんですけどえっ、ー、と267ぐらいに新宿に住むようになったんですけどそれまで実 二日積みで働いてもなかったので、多分外から見たら無職かニートに見えたと思うんですよね。まずは朝起きない、昼起きない。で、夕方なんか、あの突然なんか動き出したりしてずっとスタークラフトやってるみたいな、っていうあのしょうもない生活をしてたんですけど、とはいえ、そのまああの、普通にお金を稼げるようになりましたと。 で、その、外から見たとき無色に見えるかどうかとか、ニートに見えるかどうかっていうのは結構どうでもいいことだと思うんですよね。で、掲示板を運営すること自体が面白かったもんでずっとやってたんで、実際じゃあそこまで儲かるかっていうの確証はなかったわけですよ。 でもまあ、なんとなく楽しいからやってて、結果としてお金稼げるようになりましたっていう話で、働かなければならぬって言って、コンビニみたいなところで働いて、じゃあその最低時給に近い給料をもらい続けて、で、それが5年10年続いてもスキルは増えてないし、その自分がやってきた実績とかもないので、結局そのコンビニみたいなところで働くっていうのを一生やることになるんですよね。 でもその、掲示板面白いからやってますっていうのがあって、で、それが結果としてお金を生むことになったんですけど、まあ、それたまたまなんですよ。で、まあ、人によってはじゃあそれが漫画読むの超好き、じゃあ漫画書くのが好きとかで、じゃあ漫画が当たりましたっていう人になるかもしれないし、エロ小説書いてエロ小説が売れましたって人なのかもしれないし、じゃあその、なんかインフルエンサーみたいになったりとか、YouTuber ーーになったりとか、YouTuber ーーヒカキンさんって YouTube 最初に始めた頃は全くお金になってなかったと思うんですよね。そもそも YouTube 収益化プログラムがなかったので。 ニコニコもそうですけど、そのなんか動画を上げますっていう生主っていう人とかも、じゃあなんとなく生放送やってます、面白いからやってますっていうので、何にもお金になったかったんですよ、あの時代。でも今その生主とかっていう人が、じゃあ YouTuber とかになって、まあ、あの20代で億稼いでますっていう人がザラにいるじゃないですか。 なので、その、何かやってると、それが結果として、そのお金につながる場合っていうのがあるんですよね。でも、その、何かやってない人の場合って、何年経っても何かやってない人なんですよ。 コンビニで毎日働いて大変ですって、うん、大変だと思うよ。でも、それが、じゃあ動画をなんか毎日ちょこちょこ上げてますって人が、じゃあ5年10年経って10年間動画上げてると、動画編集スキルはきっと上がってるんですよ。10年間動画編集スキル上がってなかったら相当な頭悪いなので、それはそれでどうかと思うんですけど。えー、ひろゆきさんは人はどうやったら幸せになれると思いますか反論でいくと、そのハーバード大学が70年ぐらい研究してるのによると、 あの、知り合いが多いと幸せになれるそうです。なので、あの、金が儲かるとかよりも、その、自分が考えてることとかを共有できる友達とか家族とか親戚とかが多い人のほうが幸せを感じやすいというのが出てるようです。なんだっけ、真鍋香織さんだったっけななんかあの、年を取ると、同じ趣味で、おま、同じ経済ランクの人が減るから、結構大変みたいなのが、なんかネットかどっかに書いてたらしくて、 で結局、その、あの、高校とか大学の友達って、あまあ、経済的には高校生、大学生ってほぼ変わんないじゃないですか。お小遣いで暮らしてるから。あの、ま、その、なんか、あの、石油王の息子とか別ね。で、そうじゃない状況で、で、まあ、あの、生活としても高校生、大学生とか一緒で、みんな仲良しってなるんですけど、その、じゃ大学に行った時点で、F ランク大学とか、そう,う有名大学とかで多少の差が開いて、 で、就職すると、その年収500万になる人とか、年収200万になる人とかで、も生活ランク変わっちゃうんですよね。で、じゃあ、その、真鍋さんがタレントさんなんで、年収なんか数千万なのかなわかんないけど、そうすると、じゃあ、同じような生活をして、数千万円の年収があって、同じ年齢の人ってなると、やっぱり少数になるんですよ。で、そういう人としか付き合えませんっていう人であれば、付き合う人いないから面白くないよねってなっちゃうんですよね。でも別に僕、あの、基本一切終わらないので、 貧乏人と生活変わんないんですよね。なので別にその年収300万円の人と僕多分生活あんまり変わらないんですよ。生活スタイルは。ただ本当に金が必要になった時は使えるんですけど。なのでその生活水準を、そのなんか収入的な面で合わせた人としか仲良くなれないという概念があんまりないんですよね。なので別にそのスシローでもいいし、別にあのサイゼリアでもいいのですよ。僕サイゼリアでもスシローでも美味しいと感じられるので、花丸とマルドでもいいんですけど、 なので、その、なんか、収入レベルが同じじゃないと話が通じないというのはあんまりないですよね。で、僕、頭のおかしな人の話聞くの好きなので、ね、なので、あの、頭がいい人と一緒に話をしたいは、頭がいい人と話をした時の面白さなんですけど、その、頭のおかしな人と話した時の面白さっていうのもあるので、その、アタオカの人と話をして、いや、アタオカ面白いわ、っていうのもあったりするので、なので、その、なんか、人間の許容度っていうのがある方が、割と多くの人と話ができるので、幸せになるんじゃないかなと思いますけども。 人生になるようになるという言葉の意味がわかりません。過去は寝て待て的な意味なのでしょうかそんな感じです。あの、自分がいくら頑張っても世の中変えられる部分は少ないので、なのでもう流されていけるっていうもんだと思いますよ。まあ、例えば、えっ、ー、と、僕はその IT 系の割とバブルの時代でうまく金稼ぎができたんですけど、その IT 系みたいなものがなかったとしたら、多分普通になんか、あの、編集とか多分ライターみたいなことをやって働いて、 で、その今の編集とかライターの人みたいな、なんかあの、年収500万とかでずっと働いてます、みたいな感じになっちゃったと思うので、なので、あの、運は結構重要なんですよね。まあ、運だったり、その状況、その世間的な、そのなんかあの、流れだったりっていうのが。なので、そういう流れにいかに乗るかっていうのが大事なんじゃないかなと思うんですけど、まああの、これやりたいですっていうのをずっとやり続けて、それでうまく生活できる人は全然いいんですけど、まあ、あの、フランスにペタンクっていうスポーツがあるんですけど、 その、鉄の球を砂場の上にこう投げて、で、あの、ゴールにこう近い人がポイントを取るっていう、あの、カーリングを砂場でボールでやるみたいなやつがあるんですけど、で、あれが仮にめちゃくちゃ上手かったとしても、1円にもなんないんですよ。でもその、同じようなボールを投げて、 あの、木の棒で引っ叩たいてっていうのをやるだけで、野球という名前のスポーツになって、年収うん十億円みたいな人がアメリカにいたりするじゃないですか。日本人でも、年収うん十億円みたいな人がメジャーリーグでやったりしますけど、その違いは何かというと、ペタンクが不人気であって、野球が人気であるってことで、そのペタンクプレイヤーのスキルとか能力の問題ではないと思うんですよね。 だからその、要は、でも俺超ペタンク好きなんだ、だからペタンクやるんだっていうのより、ひょっとしたらその能力をペタンクじゃなくて、その野球に使ったらめちゃめちゃコントロールのいいピッチャーになった可能性もあるんですよ。なので、その好きを追求するは趣味ならいいんですけど、あの、もしそれで食いたいんだったら、その食える職業、食えるスポーツに行くっていうのを、あの、どこかに意識した方がいいと思うんですよね。あの、好きだけだとなかなか生活は難しいのよ えー、こんばんは、30代前半の男です。長文になりますが、相談させてください。妹は CM で流れている知名度がある企業で働いて,いて、営業成績も優秀。最近結婚しました。僕は新卒カードを無駄にして、なんとか今の会社で働いてきています。正直来ているのが辛いです。友人も結婚して幸せそうで羨ましいです。無能なのを自覚しています。最近アルコール飲まないと眠れないです。すごく辛いです。前を向けるようなひろゆきさんのアドバイスをお聞きしたいです。えっと、まず30過ぎて、妹と比べんな。<laughs> あの <laughs>、え、とまあ その、ど、同級生と比べる人とか、そうなんかあの、いろんな人と比べる人があるんですけど、あの、学生はいいんすよ。なんか同じクラスの人と比べるとか、就職するときとかに、なんかこう、同じ学校で同じ勉強したのに、あの学校行ったよね、なんかさ、あ,あの企業買ったよね、すごいね、とか、俺内定取れないわとか、比べるのはいいんすよ。ただあの、30過ぎたらさ、もう、全然違う人生じゃん。 まあまあの、DNA 的には似通ってると思うんですけど、もうその後のさ、環境とか努力とかの人生の差が多いので、今更比べてもしょうがないと思うんですよね。なのでそのなんか、じゃあ友達がどうこうとか、友達も結婚して幸せそうで羨ましいですとか、その妹が幸せそうで羨ましいですとか、その他人としや、比べて自分が幸せじゃないよねとかって考えてるやつキモいんで、友達少なくなると思うんですよ。 で、それよりも、じゃあ自分でも別に今普通に働いてるわけじゃないですか、30代前半で。で、普通に働いてます、仕事ありますっていうのに企画して、で、30代前半で、その子供やりさんと子供や屋さんとかニートとかで、ずっと家の中にいて、で、なんかあの上から目線で、その30代で働いてる人を馬鹿にしてる人たちっていうのが今コメント欄に湧いてますけど、っていう、その人を下に見てるけど、お前働いてないじゃん、ニートじゃん、無職じゃんっていう人世の中にいっぱいいるんですよ。で、そういう人に比べたら全然上なわけじゃないですか。で、実際じゃあ働いて家賃も払ってっていうのを っていうのでなのでその自分の方この人の方が羨ましいなって見るんじゃなくて別に自分自身普通に生活できてるよねっていうので考えればいいと思うんですけどで問題は彼女がいないことです。<laughs> なのであの出会い系サイトでも使ってください。 えー、アラサー遠行女です。年を取れば取るほど自分のコミュ力のなさた頭の悪さにうんざれします。頑張りたい気持ちは強くありますが、周りと勝手に比べて落ち込んでしまい、メンタルを補助させるのが日々大変です。良い時も悪い時もあると思いますが、良い時が今はかられません。前向きにポジティブに仕事を頑張るためのおすすめの考え、マインドがあれば、どドバにしてあげますと幸いです。えっと、あの、人生が楽しいかどうかと、仕事をリンクさせる必要ないと思うんですよね。 なので、あの、前向きにポジティブに仕事を頑張る必要なくて、例えばじゃあ僕が、えっと、便所掃除という仕事を選んだとします。で、多分前向きに便所掃除はしません。<laughs> あの、給料もらえるから便所掃除やるけど、怒られない範囲内でやって、毎月給料もらって、で、あ、で、なんか自分の好きな趣味とかってやって暮らすと思うんですよ。で、僕、その、あの、昔でいくと佐川急便のバイトとか、裏ビデオのチラシ配りのバイトとかしてたことがあるんですよ。 で、その佐川急便のバイトとか裏ビデオのチラシ配りをポジティブにやるつもりは一切ありませんでした。もう金もらえるからやってるだけで、別にこの仕事が社会にとって何の役に立つとか、なんかあの意味があるかとか一切考えてません。あの、単純に金のためにやってただけでした。はい。そんなもんです。 なので、まあ、あの自分がやってる仕事にその,なんかの社会性とか面白みとか,なんかスキルになるよねっていうのがある人は幸せだと思うんですけど別にすべての仕事がそういうわけではないと思うんですよね。であの営業系ってことはあの要はいらんものを売りつけてるんですよね。あの本当に売れるものって営業の人あんまつけなくても売れるんですよ。なんかいらんものを営業に人つけて売ろうとするわけじゃないですか。それはやっぱり精神的にきつくなりますよね 40代仲間女。今、旦那の不倫の離婚調停、会社のパワハラ、毒母親の全身癌で人生どんどこ中です。そんな中、1年後には仕事独立に向け海外留学予定があり、300万払いキャンセルができない状態です。本来、親の会議が必要で留学親を見捨てるようで、転ぶしいです。一人娘です。自分のために生きる戦略を選択をするのは、親の子でしょうかいや、全然いいじゃないですかなんか、まあ、結局、あの、親は先に死ぬので、 なので、あの、娘がすごい人生楽しんでますっていうのが分かった方が、親としては安心できると思いますけどね。なので、あの、全然楽しんでやってますよっていう曲だったり。で、結局じゃあ日本で働いてたとしても、なんか仕事がとかってあって毎日会話するとかできないので、なので、あの、アメリカだかどこだかわかんないですけど、留学先で、あの、なるべく毎日音声通話をするようにするみたいな感じで、会話をしつつ、外国で楽しいようみたいな話をすればいいんじゃないですかね。どうもどうも、えー、あいひろゆきです。 今回は人生についいてての教訓みたたな話をしていましまよく「生きる意味って何ですか?」とか聞かれるんですけど死ぬまででの暇つぶしだと思ってるんですよね人によっては遺伝子を残すんだって人や歴史に自分の名前を残すんだって人もいると思うんですけどそんな感じでおのの理由を決めて勝手にやってると思うんですけど基本的には大した意味はないので最終的には地球の熱移動っていうのが僕の結論になってしまうんですよね。なので生きる意味って何だろうって悩んだり落ち込んだりするぐらいなら楽しいことをやっておいしいものを食べてみたいな。 自分が幸せになれる時間を増やすのがいいんじゃないでしょうか。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。